日本ハムの中田翔から暴力を振るわれた同僚です。とても痛かったですね。はい、ほんとこう嫌で、手が強かったんですね。彼は手が強くて、こういうふうにもう痛かったですよ。はい、8月4日に行われたエキシビジョンマッチ DeNA 戦が、まあ、函館の方で行われてて、まあ、その時に振るわれたんですね。はい、まあ中田はですね、球団から試合中の球場からの退場と自宅謹慎を命じられてですね、はい、まあなんか出場停止処分も食らったみたいで、まあ出場停止処分食らって、まあ、よかったなっていう言い方あれなんですけど、当然かなと思いましたね。はい、暴力振るった野球選手なんて出場しちゃダメなんですよ、そもそも。はい、当然ですよね、これは。本当、彼は痛かったです。以前はねバットを折ったぐらいですから、あいつはちょっとねイカれてるのかどうかわかんないんですけど、やばいやつなんですよ。はい、まあ、今はねその殴られたところはまあだいぶ収まっててあれだったんですけどね。はい、日本ハムの中田翔から暴力を振るわれた同僚からでした。